ソーマ。どうもおはようからこんばんは、殿でござる。戦国姫セブン織田編続きをやっていきましょう。で、前回から次のターンになりますと、どうやらイベントで、その声は信長様。そうだっけ今まで なんて呼んでた。天城ん、どうした。ファイブだったら青二歳なんですよね。いえ、その名前で呼ばれるのは初めてだなと思って。私は信頼した者は名前で呼ぶ主義だ。お、自分から言ってくれるとは。けれど信頼した者、これはかなり前進なのでは。え、ということはつまり今まで俺は信用されていなかったということなんでしょうか。そういうことだ。あ、そうだったんですね。いやいや、けれども信頼されているからこそ名前って呼ばれたわけであって、そこは自信は失わなくていいと思うぞ。まあそれまでの努力はな。あの、ではこれからはちゃんと俺のことを信用してくれると考えていいのでしょうか。ソーマは先日の戦で私を身を挺して守った。だから信用することにしたのだ。前のイベントで信長さんだって私の素性を知っているでしょうに。そうですか、ありがとうございます。先日の一件についても褒美を与える。何が良いか考えておけよ。え、じゃあやっぱり信長様。ああ、今答えを聞くわけじゃないと。あ、かなり心に響いたようだ。何を動揺しているんだ俺は。いいことじゃないか。信長は俺が復讐を考えているとも知らずに名を呼ぶほどに信用しているんだ。知っているんだかな。恋心抱いているふりをしたり、身を挺して守るふりをした甲斐があったじゃないか。そうだ、俺の作戦が功を奏したというだけのことだ。あとは着々と準備を進めることだ。そしてさらに信長の懐に深く入り、信頼を得ていけばいい。俺の裏切りで信長が地獄の底まで落ちるほどに必死にこう言い聞かせていますよね。ソーマ。脳内に直接声が。だいぶ効いているな。胸がざわめく。信長に愛されたいと望む自分もいると。そうだ、今は致し方がない。下手なボロを出して疑われても困る。信長の前では本気で彼女を思う男を演じなければならないのだし。その BGM だともうあなたの BGM ですよね。あれはまだ駒としての利用の余地がありそうですね。そう見えます。どう利用するかによっては毒にも薬にもなりえそうですけどね。ちょっとストーカーみたいなことをやめて。さて、伊予についてはここまで進軍しております。河野も追い詰めながら舞台を分けないといけないな。で、こっちは友まで来まして、で、天子とか、あとは毛利との戦に介入。で、こっちの方も、あとはこの辺か。
西の方にも武将は集めているんで、ここに関してはまあ朝倉さんにあげてもいいんで、一旦鳥取に部隊を置きながら西に進軍で、アウを消化していきましょう。またね、三好の今度伊佐入道の方もね、実は入りました。まあそういう三好のイベント加入とかを見ていると滅んだと思っていいんでしょうね。じゃあ吉尾吉ちゃん、天城殿が任せてくれた戦時、きっと務めを果たしてみせます。前回の秀家さんの時の武将みたいに功を焦るなよ。そういう子じゃないか。いやけれども変に力みすぎるところもあるからな。押し出せ。なんかそう言っている顔を表情をすぐ思い浮かべられるな。敵中央の交代が思ったよりも早い。釣っているのかもしれないね。もし敵がわざと交代して中央の隊を誘い込んでいるとしたら、吉沖はそれと気づかずに誘い込まれてしまいそうだな。少し仕掛けてみるか。吉沖隊に伝令を。はっ。敵はこちらの勢いに押されてどんどん後退しています。今が攻め時では。軍師殿は調子がいい時ほど警戒が必要なものだと言っておられました。まあそういうのを疑わない子ですから素直に言うことは聞いてくれるでしょう。調子がいい時ほど警戒が必要。攻めているつもりで気がついたら敵に誘い込まれているかもしれないと、それを見極めるため一度攻め足を緩めようとのことです。天城殿には何か考えがあるのですね。承知したと天城殿に伝えてください。はっ。さらに天城殿より指示を賜っています。それはどのようなものですか。さて、吉沖はうまく動いてくれるだろうか。もううまくはまれば面白い戦になる。敵中央の出足が鈍ったか。疲れるにはまだ早いと思うが、軽く押し戻して様子を伺うとしよう。おお、なかなかこう冷静そうな感じですよね。敵が押し戻してきた。再度前進、押し戻せ。相手もこっちを探っているっていう感じか。よし、また前に出てきたな。交代だ。敵の攻めを受け流すぞ。また敵が引いた。押し出せ。一気に前へ。いやでもその通りにしてしまうと術中にはまりますよ。今だ。中央隊、予定通り二手に分かれて前進。副兵隊に突撃命令を出せ。おやおや、これでは三方から攻撃を受けますよ。吉沖隊が敵の中央を攻め崩しました。敵中央は吉沖隊の攻めを受けきれず二つに割れています。やはり策を仕掛けていたか。うまくやれよ吉沖。全軍に伝えろ、敵を追走することになる。足の速い部隊を動かすぞ。けれどもわざと割れたってことですよね。突き抜けるつもりか。だって敵部隊が二手に分かれて、でさらにその二手に分かれた部隊にまた援軍が到着して、で吉沖隊サンドイッチですよね。
や、だが伏兵を無視して駆け抜ける。じゃあ駆け抜けて私の本体とまたそれでサンドイッチっていう感じかな。まずい、策を逆手に取られた。追うな、敵にはまだ兵力が残っているぞ。てかそこまで前進したんだったら今あなたがいるここまでたどり着きそうな勢いですよ。今だ、全軍前へ。吉岡隊を追走している敵の後ろに食らいつけ。で強撃と。このままかけつつ進路を変え、敵に切りかかります。吉岡さんはここからどういう動きをしているんだろうか。反転したってことですよね。うまく動いてくれたな、ヨシオキ。おかげで大勝利だ。天城殿のおかげです。天城殿が伝令を出してくれなかったら、私は敵兵に攻撃されてやられていました。まさか相手がわざと後退してその先に策を巡らせているとは思いもしませんでしたから。実を言えば俺も最初はそんなことを考えていなかったんだ。調子がいいからと気を緩めてはいけないのが戦なんですね。向こうだって負けないようにいろいろと考えているからな。うまくことが運びすぎているときは何かがおかしいんだ。勉強になりました。ですけど攻めてくる敵の間を突っ切って逃げるのは結構怖かったです。いい逃げっぷりだった。おかげで敵は随分戸惑っていたぞ。あちらはあちらでうまく言葉ことが運びそうで油断していたんだ。だから吉岡の思いがけない行動に驚いたんだよ。騙し合いですね。天城殿がいなかったら今頃私はどうなっていたことか。吉岡討ち死に。まあ一長一短だな。言っている短所と長所は表裏だ。それをどう動かすかこそが大事。見事な式だった。誇っていいぞ。ありがとうございます。まあこっちはいいんだがな、問題は浮田秀家だ。何、また文句ですか。少し話をしたいが今構わないか、相馬殿。なんだろうな、素直に聞いてくれる吉岡に水を差す感じに秀家が何か言ってくる。先ほどの軍議で毒殺された武将の話が出ただろう。ああ、つい先日の話だ。ひどく虐げられていた家臣の仕業らしい。うむ、どこで誰の恨みを買うかわからないものだな。相馬殿ならその時に用いられた毒の詳細などを知っているのではないか。教えてほしい。あなたの親父も詳しそう。構わないが理由を聞かせてくれるか。近くで何らかの毒を用いられた。用いた者が自ら野草を見繕ったにしろ、何らかの形で手に入れたにしろ、身近にそのような毒の危険があるということだ。なら備えた方がいいだろう。なるほど、そういうことなら。
や、その詳しいところは親譲りか。驚いた、秀家殿は随分毒に詳しいんだな。私の父は毒を用いることを厭わなかったからな。そうね、そうね。不用意な発言だったな、忘れてくれ。そんなことはないと思うが、おかげで役に立てただろう。さっきの話も私が身をもって経験したことの一つに過ぎない。苦しい思いをした甲斐があるというものだ。親によって調教、いや、いろいろ仕込まれてそうだな。苦しい思い？父は自分が毒を用いたからな。人の恨みを買うことも多かった。だから私は随分父に鍛えられたんだ。それで毒に備えるための知識を叩き込まれたというわけか、体に。知識はもとよりだが、私は父の方針で毒への耐性も訓練された。はじめは薄めた毒を徐々に強くしていく。そうやって毒に体を慣らしていくんだ。時には体が受け付けないほどひどい症状が出て、対処法も身をもって学んだ。毒は毒をもって制すというから、浮田直家があれこれ毒殺してて、報復に毒を用いようとすれば、例えば身内とか狙ったりするわけだから、秀家自身もちゃんとそういう訓練を受けてきたと。まあ身をもって。それは随分辛そうだな。うん、何度か死にかけたと思う。親父とかどう思っているんでしょうね。恨んでいそうですよね。父は私に言ったものだ。毒などで死なれては困る、父のためにも生きろと。もっともそんな父に危うく殺されかけたわけだが、まあ、そんな父も今では家臣ですよ。笑い事じゃないだろ。だがおかげで今生きていられる。私が何者かに毒を盛られたことは一度や二度ではないぞ。実際にあったんだ。人の恨みを買うようなことも随分したし、父への恨みをこで晴らそうとする者もいただろうから、そのような目にあっても仕方ないと思っているがな。相馬殿だってそう思うことはないか。自らの所業を顧みてどう思う？あ、自らの所業、信長につけ入るためにいろいろ恋心とか、あとは身を挺して守ったりしていたが、そうだな、俺も戦に勝つことを、言い換えれば人を殺すことを考えてばかりいる。誰かに命を奪われても仕方ないかもしれない。お互い因果なものだな。だから相馬さんのそういうことも因果応報で自分に返ってくるかもしれないから、復讐やめた方がいいと思うよ。まったくだ。ところで、さっきの話、人に聞かれてもいい話だったのか。私に毒が効かないと人に知られたからといって私が困るはずないだろう。本当だろうかと試す者がいたら、かえって信憑性を増すことになるから、いっそありがたいくらいだ。いやいや、それでも辛い思いはするだろう。だからそれは笑い話にはならないって。もしかしたらわざと人に聞かせるように話したのかもしれない。なんかほんわかする話だったのにね。急に痛々しい話になってごめんね。さあ、どんどん攻めていきましょう。
友の部隊は動かさないようにして東の部隊と合流する感じで進軍しています。でこっちは信長さん、少しは楽しめるといいのだが。相手は小早川高影で、さらには吉川元春で、福原さんとか志士さんだったっけ。で熊谷、始めましょう。私の持ち場は準備完了よ。準備できたよ。まっちゃんとかほんと出てこないですよね。イベント絶対に2回目裏切るっていう話もあるわけですし。攻め立てよ、行くぞ。ごさっとしていたら置いていくぞ。やっぱり信長さんでも厳しいかな。竹玉です。でさらに槍だからな。次はこちらの番ですね。さあ行くわよ。これは一撃では厳しいかな。突撃します。お、いけた。さすが東堂。確実に敵を打ち倒していきましょう。そういや東堂さんのイベントないな。あ、でみんな逃げていった。後の城は確か武将はいなかったはずなんですよ。それで5箇所ぐらいは城取れたかな。お、で信金、一色、荒木、この久々の藤吉郎だな。久々だからな、やっぱり意外と話は盛り上がるかもしれないが、藤吉郎ね、四国にいるんですよね。いやだいぶ出世したよね。私も相馬もの割に名前は木下藤吉郎のまま。俺はともかく藤吉郎殿の勢いは織田の他の者たちに比べてすごいですよね。そうかな。でも私としてはもっともっと信長様に近づきたいし、出世したい。今土佐周りでこう入ってて、で伊予に行ったんですよね。まあ告白もしてしまったし。ところで相馬はどう？信長様とはあれからどうなってるの？これといった進展は、ああでも最近になってようやく名前で呼んでもらえるようになりました。少しは進展したかもしれません。あれ？相馬ってまだ名前で呼ばれてなかったの？そうなんですよ。つい最近までは貴様としか。いや貴様だってなんか上から目線のように思えるんですけれども、本来はちゃんと尊敬する的な意味の呼び方ですからね。ふーん、そうなんだ。私はすぐ名前呼んでもらえるようになったよ。まあすぐ猿になったけど。相馬は結構遅かったんだね。なんでだろう。待て、猿というのもな、人以下だぞ。なんでなんでしょうね。俺にもよくわかりません。いや気づいてる。気づいてるよ。笑顔がうさんくさいとか。ああ結構来るね今のは。本当に思っていそうだからぐっさりと余計に刺さる。貫通したよ。そういう時の笑顔ってどんな笑顔なんだ。あ、それか、軍師ってやっぱり腹黒い人が多いから腹黒って思われちゃったとか。あ、それはね、織田家以外でも思われているから問題はない。俺もそう見えるんでしょうかね。
いやもうその文字通りだよ人当たりの良さが表面上に出てて中身は腹黒いんですよ。あ、それか女ったらしっぽいから信用されてないとか。トキシロあんまりねやるとオーバーキルになるから俺は女たらしと呼ばれるほどのことはしてるつもりですけれども、そう思われているんでしょうね。全部の言葉真っ向から否定はできないもんな。でもソーマって人がいいし、裏切りそうにないのに信頼されないって本当不思議だよね。本当になんでだろう。悪気がないところがね、さらに来るな、ま、けれどもこの件に関しては信長さんだって相馬さんの素性を知っているから、だからこそ最初は信用できなかったっていうのはありますしね。まあいろいろと俺にも至らないところがあったのかもしれませんね。久秀殿みたいなのだったら信頼されないのもわかるんだけどね。その久秀のことじゃがの。うわ、急にどうしたバーコード。うわ、びっくりした。いつの間にそこにいたの。大事を知らせに来たら、ちょうどお主らが話をしておっただけじゃ。どうやら久秀がまた謀反したようじゃ。すぐに軍議の間に集まるように。二度目の謀反だからな。ってことは自爆か。久秀殿がまた謀反。また何の前触れもなく。いや、織田に戻ったばかりではないぞ。いや、なんかイベント長そうだな。ぼちぼちね、実況時間来ているんで、じゃあ今回はここで区切らせてもらいましょう。イベント戦があるかもしれないし、本来であれば籠城するはずだからないとは思いますけれども、イベント自体がまだ続きそうなんで、じゃあ今回はここまでにしましょう。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。